オフシーズン中の阪神甲子園球場で今日ブルペンやグラウンドを使って子どもたちの体力を測定するイベントが開かれました。プロ野球阪神タイガースの本拠地阪神甲子園球場では今日と明日の2日間にわたり小学生を対象にした体力測定のイベントを開催しています。これは西宮市や阪神電鉄などで作るスポーツを核とした甲子園エリア活性化推進協議会の事業の一環でオフシーズンのこの時期に去年から開催されているもので、午前中に開かれた測定会には20人の小学生が参加しました。体力測定はセンサーで動きを感知し運動能力の数値を出すモーションキャプチャーを活用して行われ、参加者はブルペンのほか普段憧れの選手がプレーするグラウンドで10メートル走などに挑戦しました。めっちゃ大事なところ、めっちゃ嬉しい。10メートル走は楽しかった。甲子園の中に入れたことがすごく嬉しい、投げるところと打てたら楽しいところ。一生懸命頑張ってましたし、初めて来たんで入れてよかったです。このイベントは明日も開催され、体力測定のほかブルペンでの投球体験も行われます。